皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。先日、このビートバディの基本的な使い方というか、なんか基本的なコンセプトみたいな、なんかそんな感じの動画を皆様にご紹介させていただいたんですけれども、今回はこういう別売りのフットスイッチとかも使って、もうちょいこうアドバンス的な使い方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ちょっくらマニアックな話も出てくると思うのですが、まあ、実際に購入を検討されている方にとっては十分参考になるかなと思いますので、よかったら興味がありましたらご覧くださいませということです。フットスイッチ。前回これ出てこなかったんですけれども、まあ、これ何やねんという話になりますよね。とりあえず早速やってみますと、この右側のペダルはビートバディの再生と一時停止をコントロールすることができます。どんなタイミングでもいいので、1回タップすると、一時停止すると。で、もう1回タップすると、頭から再生となります。こんな感じ。一時停止と再生をコントロールという感じですね。で、この左側のペダルに関しては、アクセントをつけられます。例えば、こんな感じで、クラッシュシンバルの音を鳴らすことができると。まあ、これ、アクセントをつけるというよりも、そのソングで指定した WAV ファイルを鳴らしているという言い方が正しいんですけれども、まあ、ちょっとその辺は後で詳しくやりますので、ちょっと置いておきましょう。まあ、何かしらの音が鳴るんです、このペダルで。で、前回のとき、あんまりこのジャックとかについて説明をしてなかったんですけれども、アウトプットはこんな感じで、ステレオアウトプットができるようになっております。で、MIDI 端子がついているので、MIDI 機器と同期が取れるようになっておりまして、で、何気にこういうミニピンのジャックがくっついておりますので、まあ、いわゆる普通のヘッドホンとかをここに接続して、まあ、モニターをすることができるし、練習することもできるという感じです。で、こっち側のインプットに関しても、2箇所インプットがございまして、フットスイッチがございまして、で、イヤホン、ヘッドホンのそのボリュームコントロールがあるという感じです。で、こっちに関してはそのミニ USB という感じですね。ミニ USB って僕はケーブル持ってないんですけれども、まあ、ミニ USB で。同期を取るような感じです。で、ミニ USB 持ってなくても、この SD カードで、まあ、ファイルをやり取りするので、パソコンにこのまま SD カードを突っ込めば OK という感じです。別にパソコンとビートバディを USB でつなぐ必要は特にないかと思いますので、SD カードで使っていきましょう。まあ、こんな感じでいろんな端子がくっついているよという感じでした。で、ちょっくらそのビートバディマネージャーというソフトを使っていろいろ作ってみたので、ちょっとその辺のご紹介をさせていただこうかなと思います。実際にいろんなプリセットといいますか、ソングといいますか、いろんなトラックを作ってみました。例えば、これが、僕が作ったそのテストソングというファイルになるんですけれども、まあ、これが僕がポチポチとその打ち込んだ MIDI ファイルという感じです。ソングファイルという言い方をするんですけれども、ソングファイル、テストソングという名前で、拡張子は BBS です。で、ここに格納されているものとしては、まずこのイントロの MIDI ですよね。イントロの MIDI。そして、もうちょっと大きく書こうかな。イントロ。タップすると、まずこれが流れます。で、パターン A の基本の MIDI が今流れております。で、1回タップすると、また別で用意したフィル1、これが流れます。1回タップすると、こっちに行くと。で、あと、トランスレート、その違うパートに行くときのフィル、長押しをすると出てくるフィルって感じですね。それがこんな感じ。僕がすごく好きな手癖である6ストロークロールが多用されている感じです。で、今 B が流れています。で、B の時もフィルを指定できておりまして、で、またこうトランスレートの MIDI があると。で、最後にアウトロ。これ。まあ、こんな感じでいろんな複数の MIDI ファイルを組み合わせて、テストソングという BBS ファイルを作って、こっちに突っ込んでみました。もう一回やってみましょうか。まず1回タップするとこれが流れます。イントロ。そしてこれ、今 A が繰り返されています。で、1回タップするとフィルが流れて、また基本パターンに戻ると。長押しするとこれが流れて B に行きます。で、B の時も1回タップするごとにこのフィルが流れて、
長押しするとトランスフェートが流れて、A に行くけど。で、ダブルタップすると、アウトロが流れて終わるという感じです。ちょっと全体的に僕が個人的に好きな手数多めパターンという感じですけれども、こんな感じのイメージでしょうか。それぞれ2小節とか1小節とか短いミディファイルなんですけれども、それらを用意してこの BPS の中に突っ込むという感じです。キューベースをいちいち立ち上げるのがめんどくさかったので、フリーソフトのドミノというソフトを今回利用させていただきました。結構動作が軽くて使いやすかったです。で、ドミノで2小節くらいのドラムパターンを、ミディファイルをガーッと用意して、で、こっちのビートバディマネージャー側でそれをインポートしてという感じで作っていく感じです。で、さっきこのフットスイッチについて、ワフが鳴らせるという言い方をしたんですけれども、ビートバディマネージャーで、それを指定することができます。管理することができます。それぞれのパターンに対して、ワブを一つずつ指定できるんですよ。ワブ。音源ファイルですね。こっちの左側のスイッチを押したときに流れるファイルを一つずつ指定できます。それで、僕もちょっくら用意してみました。本当はマイキングしたかったんですけれども、ちょっくら面倒くさかったので、普通にこの iPhone でボイスメモでブブー、えへへへっつって。で、声を録音して、で、それをドロップボックスに突っ込んで、ドロップボックスからパソコンに持っていって、で、僕はその Adobe の Audition というソフトで波形編集することが多いので、それに突っ込んで、小分けにして、WAV ファイルを用意して、この BeatBody マネージャーのほうに突っ込むという感じです。ちょっとこの WAV ファイルを用意するときに気をつけていただきたいのが、ビットレートを上限24にしておかないとエラーが出るっぽいです。最初、このデフォルトの状態で36ビットで書き出しをしてたんですけれども、なんかインポートするときに、お前、こんなファイル持ってくんじゃねえよってこう、ビートバディマネージャーさんにすごく怒られたので、24ビットで用意すると吉かと思います。で、ちょっと鳴らしてみましょうか。この左側のタップする、左側のスイッチをタップすると、これが鳴ります。ワオ！ワオ！こんな感じです。で、パターン B に行って、このフットスイッチをタップすると、またワブが流れます。こんな感じでコーラス突っ込んでもいいと思いますし、普通にベースとかギターとかドラムとか、あとピアノとか、なんかそういった楽器を突っ込んでもすごく面白いのかなと思います。サビに行って、みたいなこういうコーラスを入れてもいいかと思いますし、この辺はなかなか可能性が広がるところかなという感じです。なんとなく使い方が見えてきましたでしょうか。で、このテストソングというこの BBS ファイル、これをそのままウェブ上にアップしたりとか、友達とシェアしたりとかすることも可能です。そのビートバディマネージャー側でそのソングをエクスポートするみたいなメニューがあるので、それをこうタップじゃないか、クリックして、書き出しすれば、そういうこともできます。で、このソングファイルってめちゃくちゃたくさんあるんですよ。デフォルトだけでも多分240とかそのぐらいあると思うんですけれども、ソング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 つってこうバーッつってあって。で、このソングファイルとかをすべてひっくるめたファイルをプロジェクトファイルと呼んでいるみたいです。プロジェクトファイル。プロジェクト。こんな感じ。で、このプロジェクトファイル、ある程度完成してきたら、パソコンにその SD カードを突っ込んで、SD カードにそのプロジェクトファイルをインポートするというメニューがあるので、それを実行すれば、もうプロジェクトごとこの中に入って、で、ビートバディ側で演奏することが、操作をすることができるという感じでしょうか。ちょっと僕も余裕があったら、このテストソングのこの BBS ファイルを特化社にアップしておきますので、もしビートバディ購入されましたら、そちらもダウンロードして使ってみて遊んでいただけると嬉しいなという感じです。で、もう一つ、この遊びポイントとして、ドラムセットを作ってみました。前回の動画で、デフォルトで10種類のドラムの音色があるなんていう話をしていたんですけれども、僕も自分の DRM ファイル、そのドラム音色ファイルを作ってみました。ドラムの音色に関しては DRM というファイルで定義されているんですが、最初は10種類の DRM があると。で、そのビートバディマネージャーで自分の DRM を作ることも可能という感じです。ちょっと鳴らしてみましょうか。なかなか衝撃です。いいのかな、こんなんでというぐらいに。普通はこうですよね。普通のドラムの音。で、
私が作ったこのニュードラムセットという音色はとてもかっこいい。パン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 ドンズパンドンドンズパンかっこいいパンドンドンズパンドンズパンドンパンドンパンドンドンパ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 ンドンドドドンどうですか。この DR ファイルも必要かどうかわかりませんが、一応まあどっかしらにアップしておこうかなと思いますので、まあ、興味がありましたら使ってみてください。なんかそういう夢に出てきそうな感じですよね。まあ結構これも簡単に作ることができます。今回作ったやり方としては、まあ、さっきのこのバブファイルと一緒で、まあ、iPhone にこのブブブブと、なんかこう録音して、ドロップボックスに突っ込んで、パソコンに転送して、オーディションに突っ込んで、でこう切り取りをして、でちょっとこの音量だけ整えて、バブファイルを用意すると。24ビットでバブファイルを用意すると。で、ビートバディマネージャー の, その DRM ファイルを編集するみたい な, なんかそういう項目をタップすると、なんかわかりやすくもうね、なんかファイルを選ぶ画面が出てくるので、そこでポチポチとベース、バスドラムはこれ、スニアドラムはこれ、ハイハットはこれ、オープンハイハットはこれみたいな感じで指定していけば、まあ、DRM ファイルが作れるかなという感じです。やり方自体は全然簡単なんですけれども、ちょっと面倒くさいかなという感じですね。まあ、その辺の手間を、惜しまずにやると、こういうかっこいい。かっこいいトラックが作れるという感じです。とりあえずそんなところでしょうか。僕が今回作ったものとしてはそんな感じです。なんとなくイメージつかめましたかね。こういうソングファイルというのが、まあ、BBS ファイルというのがあるということ。で、そのソングファイルがガーッとある中で、プロジェクトファイルというものがそのすべてを統括していると。で、そのプロジェクトファイルの中にはこの DRM を含んでいるのですが、DRM ファイルも、まあ、自分でたくさん作れるので、ほぼ無限に、まあ、SD カードに容量が許す限り、作れるという感じですね。で、まあ、ちょっとこれ、気をつけていただきたいポイントなんですけれども、このフットスイッチ、結構ガチャコン、ガチャコン、ガチャコンって音がするので、音量の低いそのアコースティックライブとか、なんかそういう予定、そういう時の利用を考えていらっしゃる方は、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。結構ガチャコン、ガチャコンと。ガチャコンガチャコン音がします。なんかホットンとかだとね、もうちょっとこの静かな感じで、なんかこうタイムラインとかだと、むしろ音しないって感じなんですけれども、ちょっとこの辺ビートバディは結構ガチャコンって音がするんで、そこだけお気をつけくださいませ。とりあえずそんな感じで、この動画はなかなか長くなってきたから終わりにしましょう。また何か面白い使い方があったら、その時はまた動画で紹介させていただこうかなと思います。ぜひとも参考にしていただければという感じです。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。